はい、皆さんこんにちは、K です。前回の動画に引き続き、ロードトリップ一人旅、今日はですね、ちょっと移動日ということで、なんとこっからダラスに向かいます。まあ、途中休憩しながら行くんですけど、ダラスに着くのは夜かな。なるべく夜そんな遅くならない程度にちょっと早く着きたいと思います。いやー、それにしてもすっごい広い空、全然違うな、日本で見る空と。もうずっとこういう道がいい。でかいトラックが未だに怖い。道、これがアメリカあるあるで、なんか最初はいやーめっちゃ綺麗みたいな、それが何時間も何時間も続くとやっぱり飽きるというか、なんか当たり前になってきて、早くなんか違う景色が見たいなって思ってしまう。なんか無心で運転してます今。何このトラック、逆走してるかと思ったやん。トラックがトラックを牽引してんの、後ろから。こんなん初めて見た。結構こうフリーウェイを通るときに、この休憩所でなんか気になるレストランを発見しました。やたらとこっち東側に行くにつれて多くなってきた。こちらワッフルハウス。お客さん全然おらんけど。Taking you a little selfie, yeah? Yeah, okay. Is that okay? Thank you. May I see menu? Sure. Thank you. Yeah, it's a small selfie. Very small, yeah. Oh, okay. I want to try the old stuff special. Yeah, it's supposed to try. Oh!ザ・アメリカンブレイクファスト、これがワッフルハウスの人気メニュー。これ一応朝ごはんメニューなんやけど。 Thank you. Well, a hash brown or grist with the oyster. Ah. You got all of this or this? Ah, okay. I like hash. And you want your eggs?Like this, or like that? Sunny side up, please. You want a regular waffle? Yes, please. なるほどね。で、私はこれを頼みました。オールスタースペシャル。なんだこれ。野菜が一切ない。でも安いよ。ワッフルと、もうなんか、ハンバーグみたいなのと、トースト2枚と、目玉焼きと、あ、これポテトかついて1300円ぐらい。とんでもないカロリーを朝から摂取するんやな。楽しみすぎる。おい、これさ、サンディエゴで泊まったハドソンモーテルみたいなところにあった朝ごはんの自動ワッフルメーカーや。さっき店員さんが聞いてたのが、まずソーセージかベーコンかハムにするか。私はアメリカのカリカリベーコンが好きなんで、ベーコンにしました。卵の焼き方、目玉焼きサニーサイドアップにするか、あとスクランブルにするか選べて、あとポテト、これがマッシュポテトなんやけど、こういうハッシュでも選べる。ハッシュドポテトになんかいろいろトッピングできる。ダブル用ハッシュブラウン、ダブルにするか、ソテーオニオンをトッピングするか、チーズをトッピングするか、チャンク、ヒッコリースモークハムをトッピングするかとか、トマトとかハラペーニョとかマッシュルームとか、すごいいろんなオリジナルハッシュを注文できるらしい。研修中なんかな、この身長高いお兄さんがなんかいろいろ見られながら教えられてる。まずカリッカリのベーコンが来ました。焦げてるぐらいのベーコン。
これホイップスプレッド、バターホイップかな、がついて、なんか思ったより小ぶりのワッフルで、なんか網目が細かいと、カリカリのベーコンとこれセット。でコーヒーは5ドル。大人気のワッフルハウスに来た。朝ごはん、すごいカロリー。これ何やろ、ホイップスプレッドって書いてる。うん、まっ、シロップかけすぎた。いや、硬くないバターみたいな、すごい甘いしょっぱい、甘いしょっぱいが口の中でとんでもない。こういうことかな。 Everything good? Yeah, good. This is American breakfast. Where are you from? From Japan. Japan? Yeah, all different from Japanese. ワッフルハウスはなんとアメリカに1700店舗もある超有名店やった。このプレート、ブレックファーストプレートが10ドル50セント、コーヒーつけたら 2.5 ドルでした。なので13ドル。カード使えへんって書いてた気がするな。1ガロン 3.26 ということで、でも111円か、日本より断然安い。 LA はもうめっちゃ高いから、田舎やとこんな安く入れれるんや。ちっ、雲が太陽してる。うわ、でっか。眠気覚ましというかロードトリップ必須の、じゃーん、リマイの種。結構これ本当に重宝しとって、これ口に含んで中に入っとる小さい小さいひまわりの種の実を食べるんやけど、この作業がすごい、なんかずっと噛んでるから全然眠くならんし、なんかいい暇つぶしになる。日本にはないよな、ひまわりの種って。中の実はなんかせんべいみたいな味がする。ちょっと冷たいドリンク買いに、ちょうどマックがあったから、マックのドライブスルーします。なんかドライブスルーってワクワクする。でもすっごい英語が聞きにくくてすっごい苦手ないけど、何にしよっかな、全然決めてない。
welcome to McDonald's. Good morning, what can I get started for you today? Hi. Can I get one medium chocolate shake? A medium what? A chocolate shake. Shakes. Medium chocolate shake? Yes. And without white cream, please. I'm sorry? Without white cream, please. No whip? Yeah, no whip, please. Anything else? That's it, thank you. Okie dokie, your total's gonna be $3.49 for a spend. Have a lovely day. Okay, thank you. 本当に聞きにくいあのマイクが割れてて音が。男性に進みます。Really? Yeah. Thank you. Yeah, it's like I said, it's free. Oh, really? Yeah. え？どういうこと？え、チョコレートシェイク頼んだんやけど、もう already paid って言われた。え、すでに払ってるってどういうこと？もしかしてこの借りてるトゥローが。なんかセンサーでマック払ってるとか、後請求でいいんやけど、そんなことありえる？でかい、これでミディアムなんやけど、これで500円ぐらい。でこっちのシェイク頼むと、だいたいホイップクリームが山盛り、もりもりについてくるから、ウィザウトホイップにしました。おいしい。めっちゃ美味しい。あと1時間半。ランチまで頑張ります。How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same.What will it take? あー着いた。だいぶ走ってきたな。とりあえずお昼ご飯、もう2時になっちゃったんやけど、チックフィレー。なんかモールやったわここ。もっと店舗は大きくて可愛らしい感じなんやけど、なんか静かなモールに来た。スターバ、マクドナルドに次ぐなんか3番目に多くて人気なファストフード店らしい。全然知らんかった。絶品らしいから何頼もうかな。You already got your fries. Thank you. I appreciate it. うわ、これ気になってたやつ、嬉しい。めっちゃソースくれたんやけど。でここさ、調べ直したら、ファーストフード業界で一番人気って書いてたんやけど。え、知らんかった。ん？うわ、見て、めっちゃシンプルなんやけど。グリルチキンとピクルスしか入ってない。これが人気なんや。ワッフル状のポテトが人気らしい。いただきます。で、ソースが絶品なんやって。なんか6種類ぐらいから選べて、ソースが。で、一番人気のチックフィレーソースとハニーマスタードもらいました。え、これどうやって食べるんやろ。まずそのまま。ちなみにこれで、スプライトつけて、1000円ぐらい。いただきます。はみ出しとる。なんかケンタッキーっぽい味のフライドチキンなんやけど、なんか全然脂っこくなくて、衣がほぼなくて、しっとりしとる胸肉やけど、それにたった3枚のピクルスがなんかあっさりしてくれるって感じ。でもレタスとトマト欲しいな。うん、でもパン美味しい。ふわふわ、ちょっと甘いパンつけるんかな。うわ、おいしい。何このソース、めっちゃおいしい。マヨネーズとハニーマスタードの間って感じ。え、おいしい。すごい、こんな初めて食べるんやけど。
うわ、全然違うポテトフライと食感が。え、このソース意味わからんぐらい美味しい。でもこの3時間は結構早かったかも。本当にアメリカってもうこんな絶景ないやろって思ってたら、それを超える絶景が来るから、広大な畑を通ってきて、その中にある平屋の一軒家とか、めちゃくちゃ可愛くて憧れの芝生があるような一軒家を見ながらゆっくり来たんで、ちょっとカントリー調のミュージックをかけながら、景色がやっぱ目新しいと、運転も本当楽しい。途中でトラックステーションで仮眠したいな。ああ疲れた。ちょっと眠気が来たので、ここどこ、めっちゃ田舎に来たわ。やばい、ぶっ通しで運転しすぎた。疲れました。ちょっと1時間ぐらい休憩。この後ろフルフラットにしてるんで、ここにちょっと寝袋を敷いて寝ます。あ、いたたたたた。もう車中泊は何回もしてるので余裕。じゃーん、ギリギリすっぽり入る。おやすみなさい。ちょっと1時間休憩。今日の目的地、モーテル。3時間40。Give me a reason to get out of bed.トイレ休憩しにセブンのガソスタ兼ソニックも併設されてるコンビニに来ました。結構前に紹介したソニックバーガーはドライブインスタイルなんやけど、なんとここガソスタにソニックバーガーが併設されてて、おそらくソニック頼んでから前に移動してガソリンを入れられるっていう超効率いいシステム。え、すごい面白い。あっちにもソニックのドライブインのシステムもあるという。あとちょっとだらす。その前にどうしても寄りたい場所があるので、私の大好きなサービスエリアなんですけど、そこに向かいます。ほぼだらすなんですけど、まだこっから40分か。お腹すいた。もう8時半。ガソリン入れます。本日2回目。可愛すぎる。可愛い。でもさ、もう出発して11時間、12時間経つんやけど、ガソリン満タンプラス半分ぐらいなんよ。で、しかも、ここまで、アメリカって有料道路、高速道路がほぼないから、全部フリーウェイで来て、ガソリン代だけで来れるってすごくない？本当に。私が前回動画にしたバッキーズ何やったんぐらい広いんやけど。すごいここ。見て。広い。とりあえずアメリカ一綺麗なトイレ行ってきます。トイレの横にあったさ、このアメリカのさ、何これ、アート、めっちゃ可愛くない？すごい凹凸がある。こちらで3万円ぐらいです。ちょっとバッキーズの動画は別で上げてるので、こちら見てください。うわ、こっち来ればよかった。すごいソース、お菓子、全部お菓子。うわ、ワイン、あ、バッキーズオリジナルグッズ、かわいいバッキーズのマグ。え、ちょっとバッキーズさん、日本に来てくれんかな。これめっちゃ流行ると思うよ。全国から来ると思うけどな。
見てめっちゃ晴れ。え、もしかしてバレンタインになっとんや。もうすぐバレンタインやから。キッズも可愛すぎ。メロンパス可愛い。あ、今日もサラダでいいや、6ドル。あー、これめっちゃ美味しかったやつ。ブリスケットサンドイッチ。ここで切ってるの見えるし、完全にこっちで動画撮影したらよかった。こっちにジャーキー売り場がある。やっば、すっごい照り焼きあって、ちょっと明日も長距離運転するのでジャーキー買っとこっかな。見てこの品揃え、いっぱいある味が。これはだいぶファンじゃないといらんくない？え、かわいい。見て、赤ちゃんの靴下。6ヶ月までの。1000円ぐらいするサラダ。めっちゃ美味しい。なぜなら、お昼食べたチックフィレのこのチックフィレソースを2つずつくれたんよ。これかけたらマジで美味しい。このチックフィレのソースはなんかスーパーに売ってるらしい。ちょっと買って帰ろう。到着しました。とりあえず怖いからテレビはつける。なんかここはまだ新しくてまだ綺麗かも。というわけで、朝9時に出て着いたのが10時、約13時間、長距離運転移動日でした。長距離運転してみた結果、運転はアメリカめっちゃ楽しいし、日本より単純やけど腰が終わる。いよいよ明日はルート66を走ります。概要欄に私が着てるアパレルの情報と冷凍宅配お弁当サービスヤミーの情報も記載しているので、ぜひ概要欄チェックお願いします。バイバーイ。